え、出身はどちらですか？あ、天津です。天津。どうして今回このデモに参加しようと思ったの？はい、あの、もともと共産党に不満があって、いや、そもそも共産党はあの文化学院からどんだけ人をそう殺してとか、あのそうどんだけ共産党あの被害されてる人ももうその数えきれないと思うんですよ。あ、そうだから今回もそもそも中国の人あんまこういうのないんですよ。中国こういうそういう何で言うんだろうね、あの違法だから、そうもともと本当にあの中国で絶対出ないと思うんですけど、今回みんなやっぱそのゼロコロナであの被害者が多くて、みんな家族失って、あの金もないし、あのそうとかブロックされて飯もないし、何もない、そうそうだから病院も行けない人たち、あの友達の家族ももうゼロコロナであの病院行けなくて家で死んだ人もいるんですよ。そうだから本当にだからのそうもともと給食の不満あるし、で今回そうやっぱなんでいるんで言うと、そう行かない理由がない、だからここに来た。すいません、ちょっと大事な思いだよね。はい、誰の命だって軽く見られちゃいけないですよね。そうですね。でも勇気はいりませんでした。勇気はやっぱ一人じゃ出ないと思う。やっぱみんながいる、みんなが集まってるから来た。一人はじゃあ絶対ここにそう出ない、ここにいないと思うんですけど、やっぱみんな集まってるからこう来た。そう、中国でやっぱその本当にないんですよ、うん、今まで。昔一回あったんですよ、あの北京で。でもタンク出てみんなを殺したんですけどね。天安門事件。そうですね。それ以来ないと思うんですよ。でしかも今回はあの上海とか北京とかだけじゃなくて、もう全国的のそういう、だから本当に本当にもうなんか夢を叶えたみたいな感じですね。あの子供の頃からいつそうになるんだなって考えたんですけど、うん、あと30年くらいあるんだと思ったのに、あの習近平、うん、日本語なんだっけ、習近平さんが、そうだからゼロコロナで3年で私の夢を叶えたんですよ。だからいろいろなんかありがとうって感じ。どんな未来を望みますか？未来もない、もうない。それは結局中国共産党が強いから変わらない。そうですね、多分私たち海外でも中国でもどんだけ抵抗しても多分無駄と思う。だから無駄だから言わないはしない。な、無駄でもそう私たちここいる。そうだから言えるから言う。を倒すためにみんなはここに来ました。どちらの出身ですか？中国の出身です。声を上げるのは怖くない？怖いです。でも怖くても仕方ない。今立ち向かなければなりません。不要文革、要改革。70年。不要封控，要自由。不要独裁，要民主。不要独裁，要民主。习近平下台。习近平下台。国贼习近平下台。国贼习近平下台。国贼习近平下台。ちょうど7時を回ったところです。新宿駅前ですが、在日中国人の皆さんが、現在の状況などに対して抗議の声を上げています。駅前たくさんの人たちが集まっています。独裁は許さない、自由が必要だ、そうした声を上げています。今ちょうど始まったばっかりです。習近平下台。国贼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 習近平下台。どちらの？中国北京です。今回はどうして？今回は私は中国の不民主と不自由の政策、ゼロコロナの政策を抗議します。
一番重要は人々の自由です。自由は人類一番重要なことです。香港人とかウイグル人、チベット人も厳しいの政策をします。これはとても厳しいです。とても残念と思います。ご出身はどちらですか？中国です。詳しくの出身はちょっと。どうして今回集会に参加しようと思ったんですか？今回は事故が起こった ところはウイグルのウルムチです。そのところは私昔いたことあるけど、あのところの人みんなすごく優しくてすごくいい人なんですけど、中国のコロナのせいで封鎖されましたので、なんか今回のマンションの中で住人そのまま閉じ込まれて、そのまま火災で死んじゃいました。このコロナの中国の対策はすごく悪いと思います。はい。こうしてでも声を上げることは怖くはないですか？怖いはあるけど、でも私より中国のみんなために、彼たちは声出せない人は代わりに私出したいです。中国人民主を、中国人民主を、中国人自由、中国人自由、香港自由、香港自由，维吾尔人自由，维吾尔人自由，吉贝特人自由，吉贝特人自由，南蒙古人自由，南蒙古人自由，阿吉亚自由，阿吉亚自由，干杯！干杯！やっぱり自分台湾生まれじゃないですか。で、その共産党のそういう台湾に対しての国際的な迫害もあって、で今度は自分の自国民でも迫害してるんじゃないですか、そのゼロコロナ政策で。今中国国内でも結構大規模なデモやってますね。で本当に これは天安門事件以来こういう類の大規模のデモ見たことないので、今度本当に共産党を倒すチャンスだと自分は思ってまして、今回参加しました。なんで国こそ違うけれど、やっぱり習慣民族としてその同胞としてのその思いというか絆というか、まあ、今中国大陸で苦しんでるその人民たちが、中国人民たちが、もう一日でも早くその解放できるように自分は応援するつもりです。ここに来たんですか？こんな時代がね、来るなんて思ってなかったし、日本人としてその、なんだろうな、民主主義の時代で生まれた日本人として、民主主義を求める中国人の方たち応援したいなって思ってきました。連帯したいって思いです。そうですね、なんか涙が出てきますね。你们在害怕什么吗？你在害怕什么？你在害怕什么？你为什么害怕？谁害怕？你在日本，你有你的自由，你在中国，你敢吗？没有人反对你们追求自由，我只是在说，为什么要写中国这个？你们不是反对中国共产党的吗？刚才那个人是不是这么告诉我的？你们也没有回答我的问题，有没有回答？你从哪来的？哪来的？哎，こっちの集会やるんでしょ？ほら。言いたいのはやっぱりここは中国人の集会ですよね。しかも ほとんど中国語で話しているので、多分日本の皆さんにとっては知らない人は多いかもしれませんので、できれば例えば今堀さんと会って、その日本語で日本の方にも伝えたいことを伝えたいと思いますので、はい、僕にとっては自由は自分が作りたいものを
自分撮りたい映画とか創作したいものを自由で創作できる場所で、一人の、芸術家として作家として、生きるべきだと思います。今日もカメラ持ってきました。同じソニーですね。そうです軽くで、一番好きなカメラです。じゃあ今日このシーンも歴史的なシーンだから、そうですね、大切な記録になりますね。そうですね、はい。我们需要的是每个人都能公平地表达自己的想法，是日是流由所有人来决定。但是2019年前は、その香港のデモの前は、もうそこに中国とかそちら辺にもう絶望してて、もう知らない、もうその中国国内で何をやってももう知らないという態度だったんですけど、やっぱりその独裁政権はそこでとどまらず、香港に手を出して、そこで自分は何もできなかった、もう当時はもう日本に行ったんで、何もできなかったっていう気持ちで、すごく悔しくて何もできなかったっていう、もう本当に自分はその香港って死ぬべきのはそういう若者たちじゃなくて自分の方がというのを思って、そこまで悔しくてたんですけど、今回はせっかくのチャンスっていうか、もう応援しないといけない。もうずっとこういう反対性というか、その中国に対する発信して反する者にとっては自分の顔を隠すとか、まあ、常識みたいなものなんですけど、今回なぜ顔とか隠さずにこういうのを当日の人の勇気、そもそも上海とかそういうところにいた人たちも自分の顔とか隠してないのに、まあ、そこが一番危険なところで顔を隠してなかった人と比べると、自分はすごく安全な場所にいるのになぜ顔を隠すんだというのを、隠してたまるかっていうのをという気持ちで今日はこういう形に来ました。なぜ自由を求めますか？なぜ民主主義を求めますか？それはわからないです。本能です。なぜ支配されないといけないんですか？なぜ、じゃあ文句言っちゃいけないんですか？文句ですら言えないところでおかしいでしょ。我々人間生まれた時そんなのあったわけないでしょ。そんなの原始人の時さ、そんなの習近平体制のそういう支配あるわけねえだろ。そんなのですから、それは神というか、その生まれつきの権利だと思うんです。それこそなんか人間のあるべき姿だと思うんです。